ファンタジアは1940年のアメリカ映画、アニメーション映画。ディズニー制作、監督はベン・シャープスティーン。1940年11月13日風切り。ディズニー長編アニメーション第3作であり、史上初のステレオ音声方式による映画作品である。日本での公式公開は、 第二次世界大戦後の1955年9月23日であった。オーケストラによるクラシック音楽をバックとしたアニメーションによる八編の物語集である。一部を除き、セリフは一切用いられていない。全編にわたっての音楽演奏は、レオポルド・ストコフスキー式フィラデルフィア管弦楽団が担当した。ステレオ効果が利用された最初の映画で、 なおかつサラウンドの原型とも言えるステレオ再生方式が世界で初めて一般的に導入され実用化された目においても音響技術において非常に重要な歴史的映画である。最初に上映された際には前方3チャンネルのミキシング音声によるステレオだったが再生にあたり複数のスピーカーを劇場内に配置し、 各チャンネルのスピーカーごとに違う音を出して、音の立体感を出した。フィルムの高学サウンドトラックは、当時主流の SP レコードのそれよりも低ノイズで、周波数特性に優れ、かつ長時間録音ができたため、実現できた効果とも言える。しかしながら、封切りされた1940年代では、それぞれの音声チャンネル再生専用の映写機とアンプを用意し、 これらの音声を同期させる必要があったために大がかりなものとなってしまった。そのため、すべての劇場でこの音響効果を再現するのは不可能であったという。しかし、オリジナルが旧チャンネルのマルチステレオ収録だったため、1950年代半ばにシネマスコープの登場により、サラウンドステレオにてリバイバル上映され、1991年に初めて、 ビデオソフト化された際、ハイファイ音声のビデオソフト LD などでは、ドルビーサラウンドでこの音響が再現されている。その後、ハイビジョンデジタル修復版が2010年に、ブルーレイ、DVD で発売された。ここでは、オリジナル英語は 7.1CH、日本語は 5.1CH のサラウンドステレオで制作されている。また、GM 規格の外部ミリ音源でも、 ファンタジアの音色が登録されている。日本においては、米国で公開された1940年当初は、日米関係が悪化していたために、一般公開が行われず、第二次世界大戦の終結からおよそ10年後の1955年になって、ようやく公開された。戦後に日本公開された本作品を見て、衝撃を受けた富大さんは、 その後ステレオを超えたマルチトラック録音の再生に対する強いこだわりを持つようになった。ウォルトディズニーホームビデオが1991年11月1日に発売したビデオはビデオテープとレーザーディスクを合わせて100万本以上の売り上げを記録。当時の日本記録は眠れる森の美女とローマの休日の約40万本であったとされ、その記録を大幅に更新することになった。 日本では著作権の保護期間が終了したと考えられることから現在パブリックドメイン DVD でも発売されている。ただし、ストラビンスキー作曲の春の祭典が割愛されたものもある。シャフト株式会社が発売している現行商品では春の祭典は収録されている。ウォルトディズニーは一連のミッキーマウス映画を制作しつつ、ミッキー映画と全く正反対の 芸術性の高い作品を制作することを願っていた。その手始めとして、シリー・シンフォニーシリーズが誕生した。しかし、ウォルトはこれにも満足せず、さらに自身初の大作、白雪姫を1937年に世に通ったことにより、かねてから願っていた芸術性の高い映画の目標を完成度が高かった白雪姫よりもさらに高いものにすることに決めた。 そこで、ウォルトは、シリーシンフォーニーの方向性を、多少は維持しながらもより物語性のある音楽作品を作ることにして、その筆頭候補として、魔法使いの弟子を題材として取り上げることにした。さらにウォルトは、権威づけを狙って、著名な指揮者の起用を考え、レオポルド・ストコフスキーを指名した。レストランで、意気合した後、1937年頃から、 制作を開始した。ここで最新の映画、映像、音響の各技術に関心が深いオルト・ディズニーはストコフスキーからベーベル研究所において自らの指揮で1932年にステレオ録音を行ったという話を聞いた。そこでディズニーは直ちに映画ファンタジアをステレオ音響で制作することに決めた。魔法使いの弟子の制作の際に従来通りミッキーが 主役に選ばれたことに対してストコフスキーはことを唱えて新しいキャラクターを作ることを主張したがパントマイムだからということでミッキーに落ち着いたこのようにして制作は進められたが一年をかけた魔法使いの弟子が完成した段階ですでにかかった制作費がそれまでとは桁違いであることを知ってさすがのウォルトもたじろいだがそれで諦めたりなどはしなかったその際に ウォルトは本作品を音楽コンサートの形式として作ることを思いつく。音楽評論家、ティームズ・テイラーが顧問として迎えられて、競技をした結果100枚以上のレコードの中から8つの曲が選ばれた。取り上げる曲の順序について色々検討されたが、バッハのトッカータと風画に単調を冒頭に持ってくることについては皆の意見が一致した。 演奏される楽曲のプログラムは次の通りはおおよその演奏時間。一部はストコフスキー自身による編曲もあるが、詳しくは主な編曲箇所の項目を参照のこと。ドビューシー作曲の月の光も最初は作品の中に含められる予定であったが、制作段階で削除された。演奏される楽曲の作曲家のうちで公開当時に、在名であったのは、 ストラビンスキーただ一人であった。しかし当時のストラビンスキーはソ連人であったので、米国における著作権を保持していなかったことから、ディズニー側はストラビンスキーから春の祭典の使用許諾を得る必要はなく、大幅なカットを行いまた、楽章の演奏順序も変えた。このことが後に、米国に移籍したストラビンスキーが、 実曲の著作権取得にしばらく奔走していた理由の一つであると言われている。11人の監督、120人以上のアニメーター、103人編成のオーケストラなど、投入されたスタッフは延べ1000人、描き上げられた、原画100万枚、録音テープの長さ42万フィート、制作期間3年と前例のないスケールでの制作となった。完成の間近になって、 ストコフスキーの発案で作品のタイトルはファンタジアと命名された。サウンドトラックのレコーディングは1939年4月に特注システムとして制作された映画用光学式録音機により9チャンネルのマルチトラック方式で収録された。全収録曲目のうちで字の踊りとアベマリアはストコフスキーが指揮をした演奏の録音としてはこれが唯一のものであり。 魔法使いの弟子と春の祭典は最後のものであり、田園とハゲ山の人よは最初のものである。トッカータと風画に短調及び、くるみ割り人形はストコフスキーの18番である。1940年11月13日にニューヨークのブロードウェイシアターで風切りされたが、評価は微妙なところであった。というのも雑誌タイムが3ページにわたって、 特集を組んだが映画扱いされることはなく音楽欄で作品が論評されていた。また、田園と春の祭典に対しては作品の本来のイメージとはかけ離れているという批判が集中した。また、従来からのディズニー映画のファンですら作品に戸惑いを見せたという。さらに、この作品を上映するのに必要な装置にかかる費用が莫大だったため上映できる 映画館が非常に限られていたこともあり、初めから収益面では期待できなかったため、莫大な制作費をかけたものの全く採算が合わずに大赤字となった。もっとも、ウォルトはタイムでのインタビューで、これは私が死んでからもずっと楽しんでもらえる作品だとコメントしている。事実、ウォルトが亡くなって3年後の1969年に再上映されて以来、 ようやく商業的にも成功した作品となった。なお、ウォルトはこのファンタジアを公開するたびに曲を入れ替えるという演奏会形式を目指していたが、これは実現できなかった。1940年度のアカデミー賞では、ウォルトとストコフスキーが特別賞を受賞している。しかし、当時のアカデミー賞には長編アニメ映画に対する部門賞はなく、純粋に作品に対して、 アカデミー賞を授けられたとは言い難い。ストコフスキー式のオリジナルサウンドトラックのマスターが老朽化してきたため、1982年にドルビーサラウンド版の再録音版が公開された。再録音の演奏は、アーウィン・コスタル式のフィラデルフィア管弦楽団が担当し、当時最先端のデジタル録音方式で収録されたという。ただし、現在では、 ストコフスキーの原版がリマスターされて音質向上したこともあり、もっぱら原版が干渉されるようになっている。そのため、アーウィン・コスタル式の再録音版は CD で聴くことはできるが、DVD や BD 等で複数の音声トラックが収録できるようになっても収録されていない。1990年にこの作品の初公開から50周年を迎えるのを機に、 初めてビデオ LD ソフトにて発売されることとなる。この作品は、あまりの長さゆえに、幾度もカット及び、順序の変更が行われているが、このビデオソフト化に伴い、上記のプログラムに整えられた。なお、2000年にオリジナルに極めて近いバージョンが上映され、北米などではそれに基づく DVD も発売された。なお、以下のデジタル修復版が発売されるまでは、 日本での正規での DVD の発売はすべて1990年版のものであった。1990年版のビデオ DVD ソフトにおいての北米版と日本版の主な相違点は以下の通りである。この1990年版ではソニックソリュージョンシステムによる音声のノーノイズ化処理が行われた。しかし、このノ,ーノイズ除去においてヒスノイズまで除去を行ったことにより、 音が不自然に感じられてしまうという事態が起こっている。なお、冒頭に言及した、アブロック社発売のパブリックドメイン版ファンタジアでは、ディームズ・テイラーの解説やストコフスキーの声はオリジナルだが、休憩はカット、また映画終了後のスタッフロールもカットした。編集段階でカットされたドビュッシーの月の光の映像は、その後再編集と再録音がなされて、オムニバス。 メイクマインミュージック中の一編、青いサザナミとして、日の目を見ることとなった。一方で映像の一部が欠落してしまったため、オリジナルの形での復元は長い間実現しなかったが、1992年にオリジナルのワークプリントが発見され、短編作品として当初の形通りにみえった。この短編はディズニーによる正式な日本版 DVD には、 特典映像として収録されていたが、現在のパブリックドメイン DVD には入っていない。その後、ディズニープロダクションで公開当時の作画に用いられた絵の具の持つ色彩の忠実な復元を目指してデジタル修復を行い、それにより、ハイビジョンマスターによるブルーレイと DVD が米で2010年12月7日、日本では翌年の4月20日にリリースされた。ここでは、 オリジナル英語音声は 7.1CH サラウンドに編集して制作された。さらに、各国語版ともに1990年リリース版では、音声のヒスノイズの除去処理において、音楽性を著しく損ねていたほど技術が未熟だったものが、後に同処理においての技術が大幅に進歩し、この修復版ではそういった形跡が見られなくなった。 LD 版では姿を見せず声だけの出演だった、ディームズ・テイラーが姿を見せ、解説の日本語吹き替えは、矢島正明から、タルキツトムに交代。ストコフスキーとミッキーによる魔法使いの弟子終演直後のやり取りも音声、吹き替え付きで収録された。その後は、ハウス・オブ・マウスや、キングダム・ハーツシリーズなどで、ミッキーの元で働いている。また、公開当時には、 サンフラワーというキャラクターがいたが、黒人のステレオタイプであるという批判を受けて、現行の DVD では、彼女の出演シーンのカットや映っている部分のトリミングなどが行われている。本作では、アニメーションと合わせる都合上、曲に少なからず改編が行われている。下には、その一部を紹介する。注釈出典。ありがとうございます。